毛利輝元が大阪城を簡単に退去しなかったならば、関ヶ原の戦いはなお複雑な展開をたどったという見方もある。輝元が秀頼を報じて抵抗することを恐れた家康により、輝元は大阪城退去までは所領安堵を約束されていたが、退去後にはその約束を反故にされた。つまり輝元は家康に欺かれる形となった。輝元は大阪城という絶好の拠点を手放したために、所領安堵を反故にされても家康に対して強硬的な態度を取ることが不可能になり、元俸の処分を受け入れざるを得なかった。輝元が所領安堵を取り消されて元俸された理由は、家康の大阪城入城後に輝元の西軍への積極的関与、西国への侵攻の事実が明らかになったからということであったが、家康はそれらの事実を関ヶ原の合戦前から知っていたと考えられており、元俸は既定路線であった。